上運動食ブータニッピーようこそ。さて本日の動画はこちら。ではごゆっくりお楽しみください。じゃあファミリーマートのリッチストロベリーを飲みたいと思います。これ前にも販売されてたり、復活とか前にも販売されてるんですけど、その時は飲んでないんです。なので今回飲むのは楽しみですね。それでは飲んでみます。チャンネル登録よろしくお願いします。イチゴの酸味がしっかりした感じなので、ね、ミルクがあって濃厚なイチゴミルクみたいな感じで美味しかったですね。イチゴが好きな方に私おすすめしたいので、こちらもテンスさせていただき、ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけお楽しみいただけましたか。もしそうでしたらチャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。ではまた次回の演目でお会いしましょう。